こんにちは。フィリピンダバ情報チャンネルの町田です。本日はですね、こちらフィリピンでいうカレンデリア、フィリピン版の食堂にお邪魔しています。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はですね、このフィリピンのローカルの食堂の方たちがどんな風に仕事をしているのかというのをインタビューしてみたいと思います。ちなみにですね、こちらは私の妻のお母さんで、私の義理の母になりますで、ビジネスパートナーですね。で、あちらのご夫婦が、こちらで作って料理をして、実際料理を提供しているというふうになっています。なので、ちょっと質問をですね、していきたいと思います。 OK! So I'd like to ask, what kind of people come to buy the foods to here?Mga tricycle driver, tapos mga trabahante ng mga company, tapos mga kapitbahay dito. Dito sila katulad ni Goya, so kinamin yan siya. はい、最初の質問はですね、どんな人がお客さんが来てるかって聞いたんですけれども、やっぱ近くに周りに住んでいる人とか、働いてる人ですね。あとこちらで家を借りてる人もいるので、仕事帰りに寄る人もいるそうです。 OK! Next question! How much do they spend per person? If one person comes here, average, how much they pay? 150, 180. One person? OK! Because our clients here is very cheap. So we serving 15 pesos per order. The expensive here is only 40 pesos per serving. Okay. So sometimes, yung ibang customer namin, bumibili sila, minsan 105 yung mababayaran nila, minsan 150, minsan 60 pesos yun. Okay, okay. 質問はですね、一人のお客さんあたりいくら使うかという質問だったんですけども、40ペソから上で180ペソですね、一人当たり。また今のが安いので、安ければ40ペソ、だいたい日本円で80円ちょっとぐらい。で、高くても、180ペソは380円とか400円弱ぐらいですね。が一人当たりの使う量です。OK, next question. Is there any competitors around here? Meron competitors, actually, dalawa. Okay. Okay, then. We have two competitors. Okay. 今、競合のお店は、食堂は周りにありますかと聞いたんですけども、2店他にもあるそうです。Okay, then, which one is more popular, more delicious, or more customers? Here. Of course, here. Of course, here. Because our cooker, our chief cooker is very delicious. Delicious. Maslami. Maslami, ね。Maslami.According to survey. いや、今じゃあ競合が他に2つあると言いましたけども、どこが一番人気がありますか、美味しいですかって聞いたんですけど、まあもちろんここですという答えでしたね。本当に料理が美味しくて評判がありますということです。OK, from what time to what time you are open this store?Calendaria. As a morning, 5 a.m. and then 2, 1 o'clock. Uh-huh. And then after close. We open back at 5 until 9. Okay, okay. 今何時から何時まで営業してますかと聞いたんですけども、朝の5時から昼は1時まで、そして1回閉じて次の夜の準備をして、夕方5時から夜の9時までということですね。はい、結構頑張ってますね。Next question. How much sales per day? Since our serving here is cheap, affordable,So that's why in the morning time we sell 3,000 pesos because our serving here is very cheap, 15 pesos. And then the expensive one is 40 pesos, 3 and then evening 4, so overall 7,000 okay, okay, okay. overall. Okay, thank you.で、今の質問はですね、1日の売り上げを聞いたんですけども、午前中がだいたい3000ペソで、夜の夕方から夜は4000ペソ、合計1日7000ペソということですね。1食あたり一番安くて15ペソのおかずで、高くても40ペソだそうです。なので売り上げもそれぐらいになりますということです。まあ、1日7000ペソ売り上げてたら、まあそこそこかなと思います。7000ペソというのはだいたい1万4000からまあ1万5000いかないぐらいですね、円で言うと。Does COVID-19 affect your business? Yeah, actually.
How affect your business? Before I sa una marang dahil nung tao mga sedentary karon wala lesser ang mga Okay, okay. 今、新型コロナウイルスの影響ありますかと聞いたんですけども、ありますと、実際ありますということで、と言いますのも、今、学生が外に出られないので、オンラインで家で授業を受けているので、以前は学生さんがいっぱい寄ってくれたのが、今は学生さんがいないので、その分売り上げは落ちているとのことです。The last question. 最後の質問です。The last question. The income is enough to support your family? Yes.Yes. Okay. Yes. 最後の質問で、ここでの収入は家族を支えるのに十分ですかという質問だったんですけども、はいという答えでした。まあ、家族だけなら十分支えていけますということでした。1日あたり7000ペソ、まあ、1万5000円いかないぐらいの収入ですね。あちらがコックさんですね、作ってくれてる人です。はい、OK、Thank you very much、サラマッタヨはい、というわけで私の番組ではこのようにフィリピンの、ローカルの情報、私はダボシに住んでるんですけど、ダボシのローカルの情報についてもお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。はい、お客さんです。ジャパニーズ、ね、こんにちは。あ、こんにちは。Are you nurse? No. あ、pharmacist か。あ、pharmacist。You just finish your work? Yeah. Ah, then sometimes you come here to buy food? Always. Soki. このように袋に入れて詰めます。はい、これが今日の売り上げです。夜だけの売り上げです。 Thank you. Bye bye. このように中でも食べられるようになっています。入れるのは3人までだそうです。ソーシャルディスタンスを保つためですね。上にはこんな懐かしい感じの扇風機もついてます。これがフィリピンスタイルの食堂ですね。で、あちらで買っておかずを選んでこちらで食べることもできますし、持ち帰ることもできます。はい、これから一つ見せてもらいます。魚のスープですかね。スープです。 OK、 Next one。 こちらは揚げたものですね。魚です。 Next one。こちらも別の種類の魚です。こちら焼いたものですかね。はい、 OK。 Next one。 Same。 あ、これも同じだそうです。 OK。 あ、これはですね、鶏の肝とゆで卵で、煮卵になったものですね。あ、ちょっと映りにくい。これ私好きなんですよ。美味しいです。はい、 Thank you。こちらも魚、魚が多いですね。まあ、美味しそうです。煮た魚です。 OK。 そして、フィリピン定番の真っ赤なソーセージとチョリソーという、これは甘く焼いたソーセージみたいな感じですね。はい、 Thank you。 見せてもらいました。